こんにちは、瀬野道隆です。この動画では記事の探し方について説明をしていきます。記事の探し方なんですけど、例えばこの記事の編集をしてくださいと言った時に、記事の中に入って記事を編集していただくという作業があるんですよね。で、その時にこの記事っていうのが実際にその上から順番に探していけばもちろん見つかるんですけど、そんなことしてたら今21ページもこれがあるんで、すごく時間がかかってしまいます。なので、そうならないために、ここに検索っていうのがあるんで、この検索窓に、私が、この記事を編集してくださいっていう URL をそのまま送るんで、その URL のタイトルに含まれているワード、例えば、あやなすですね。あやなすっていうふうに入れれば、こんな感じ。記事、勝手にあやなすっていうワードが入ってる記事を全部ワードプレスが教えてくれるんで、その中でこの記事を編集してくださいって言った時の僕の URL に入ってるタイトルのところに、URL を押していただければ、その記事の中に入ることができます。こんな感じですね。って感じで、記事を編集してくださいという時には、この検索機能を使うようにお願いします。